こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は家貧にして道富むです。家が貧しくて道に富む、逆に富めるものは欲に溺れやすく道遠ざかるという意味です。では今から家貧にして道富むを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。